久保さん、今回、歯にしましょうか。歯、歯、磨ん歯。いや、昨日ね、あの、ちょっと、あれですよあの、歯周病の治療というか、ディープ、ディープ、ディープクリーニングっていうね。あの、まあ、歯科、定期検診の時に歯科衛生士さんがクリーニングしてもらうより、もっとディープなね。めちゃくちゃディープ。まあ、どれぐらいディープかというと、 歯茎歯ぐを、歯茎6箇所全部麻酔して、いよいよ全部、まあ6本ぐらい麻酔して、全部、歯茎麻酔するんですよ。でも、めちゃくちゃディープでした <laughs>。めちゃくちゃディープでしたね。お値段12万っていうね。そう。<laughs> ディープでした。でもね、全然違いますね。その歯科衛生士さんがやる、その、 クリーニングと次元が違うディープさでしたね。<laughs> めちゃめちゃもう拷問でしたけどね。いや、とり、とりあえず、まあでもやってよかったなと思いますね。すげえ高かったけど。<laughs> で、この後、その歯茎を、まあ、3週間ぐらい様子見て、えー、手術、その、整形外科みたいな手術するかしないかっていうのをあの、見るらしいですね。その歯茎の状態を見て。ここやっとった方がいいっていうところがあれば、 また、一本二十万ぐらいするこ度。ね、高いですね <laughs>。いや金かかりますね、うん。まあ、まあ僕、僕ね、あの、あの、まあ銀歯多いんですけども、まあ土台、一応土台は自分の歯なんで、うん、やっぱね、歯周病の、その、歯が抜ける原因のほとんどが、歯、歯ぐきが弱まって、そこがポロっていくっていうね。 まず歯ぐきを手入れして、メンテナンスして。まあ今のうちですね。やっといて。まあお金かかりますけど。でも20年後のことを考えると、20年生きてる、生きると,と仮定したら、まあ今回多分、まあ手術も入れて100万くらいかかると思うんですよ。まあでも20年の、20年悪い100万だったら安いと思うんで。うん、ちょっと、でもまあお金かけた分だけ今回ね、思ったのが、やっぱ歯ブラシですね。歯ブラシもすげえなんか今頑張ってるんですけど。 歯ブラシもね、舐めてましたね。あのー、もう毎回なんかいろいろ言われるんですけど、もう歯ブラシ、だからお金もかけたし、毎回言われるんで、やっぱね、磨こうっていう気持ちになりますね、しっかりと。あれね、しっかり磨くの大変なんですよ。歯間ブラシ、まあ、歯ブラシと、歯間ブラシと、あとは隙間の、このちっちゃい歯ブラシ、またち、それ用の隙間の歯ブラシがあるんですけど、だ 3, 3個ですね。3個。 ちょっと電動歯ブラシも買おうかな。電動歯ブラシ、手動歯、指揮それなんか全部やったらなんかいけんじゃねえか、みたいな。<laughs> とりあえず徹底的にやるっていうね。でもその、やってもらった先生が言ってたのが、その、あの、そのルーティーンこそが勝ちだと。ルーティーンにした人が勝てるみたいなこと言ってましたね。まあ、大変だけども、それをルーティーンにした人だけが勝てると。 まあ、歯を残せるみたいなことを言ってましたけど、まあ、ちょっと名言だなと思,思いましたけどね。<laughs> ルーティンにしただけ、したやつだけが勝てるみたいなね。<laughs> そうあ。ちょっとあの、まあ、髪の毛も大事ですけど、歯も大事なんで。いや、あの、髪サプライズすごいですね。<laughs> 髪サプライズあれ半端ないですね。なんかその、なんか今調べたら、その、家用でも売ってるらしいですね、この光で。 光を放射するやつ。これちょっと、あの、紙サプライズの通うのはちょっとあれなんで、ちょっと、なんだ。あの、その光をそ照射するやつを、器具を自宅用のちょっと買ってテストしてもいいかなと思いますね。うーん。そう、頭皮ケアの LED の。これなんか、僕知らなかったんですけど、光当てるといいらしいですよね。 なんか。だから、ちょっとこれ、あの、見てみます。いろいろと。で、ちょっと買ってレビューして、どうなのかっていう。その、通わ、あの、その、なんか、紙サプライズのマシン超でかいし、それを扱ってる店舗に行かないといけないので、ちょっとそれは難しいから、あの、買います。なんか。で、買ってレビューします。で、アフリートするっていうね。<laughs> うん。そう。 な感じですかね。紙サプライズ、まあすごいですね。はい、いってらっしゃい。